お家でできる足が速くなる体幹トレーニング練習5選、速く走るための体幹トレーニングを5つ紹介。トレーニング1、クロスクランチ20回。対角線にひねって肘と膝を合わせよう。頭と両足は地面にはつけません。しっかりひねっていきましょう。トレーニング2、バックスクイーズ10回。肩甲骨を引き寄せて肘を引いていきます。肘を引きながら上体を引き上げる。ぐっと引き上げよう。トレーニング3、 V 字腹筋10回。上体と足を引き上げてつま先タッチ、両手両足とも地面につく直前でぐっと引き上げていこう。タッチの瞬間に体のラインで V を作る。トレーニング4、 ヒールタッチクランチ20回。おへそを覗き込むように上体を分けてかかとタッチ、正面で止まってからタッチに向かっていこう。しっかりタッチ。トレーニング5、プランク腕回し20回。椅子や台に足をかけてまっすぐの姿勢を作りましょう。おへそを地面に向けたまま大きく腕を回す。ブレない体幹を作っていきましょう。